はい、牧田から出ました囚人機シリーズ、こちら 474P そして、こちら 475P こちらの説明していきたいと思います。まず共通の特徴なんですけれども、まずこちら、ベースフック、こちらですね、カフスこのようにですね入れていただいて、収納していただいたりとかですね、また休憩の際、丸のこちょいっとこう上に置いていただいたりとかですね、いろいろ使っていただけるかと思います。そしてですね、足元、動いてほしくない時あるかと思うんですけれども、後輪の方にですね、ロックついております。ロックですね、2箇所ついてるんですけども、このように使っていただけたらと思います。そしてですね、とにかくですね、ハイパワーです、力の方なんですけれども、とにかく力が強いです、そしてですね、音の方もですね、こちら無段変速機能がついてますので、一番静かにするとこれぐらいの音の静かさになります。とても静かだと思います。まあ、現場の環境に応じてですね、この辺使い分けていただけたらと思います。そして、大好評のですね、連動機能もですね、ついております。そしてですね、吸引力がですね、とにかく長持ちします。その秘密はですね、こちら、粉塵用の囚人機 475P の方の中身になってくるんですけれども、まずフィルターなんですけれども、1枚そして、2枚目で3枚目このようになってます。メインのですね、フィルターこのようになっているんですけれども、実際ですね、これが1枚で、機械に ついている時ですね、この間にですね、ゴミが詰まりやすい。そして、自動のですね、ちり落とし機能等もですね、ついている時もですね、ついていてもですね、なかなか落ちにくいというのが現状かと思います。であればですね、極力もうこの中にゴミが詰まらないようにしようという発想で、マキタはこのフィルターが、1枚ですね、そしてもう1枚、このようにですね、ついております。そしてさらにですね、毎回勝手に塵落としをしてくれるようになっています。どういうことかというと、スイッチをオンにした際、ぐーっとこのフィルターがですね、こう中央にこう集まってきます。そしてスイッチをオフにした場合、時にですね、こうパッと離れる、ギュッパッと、まあ、こういったですね、機能がついておりますので、この周りについたですね、ゴミをですね、自動的に落としてくれるような形になっています。三層構造なんでですね、本体のですね、このフィルター中にですね、ゴミが入りにくいようになっております。そしてですね、フィルターといえばですね、このモーターの周りにですね、ついているタイプ多いんじゃないかなというふうに思うんですけれども、モーター側にですね、フィルターがついていますと、機械の振動でですね、フィルターの位置がちょっとずれてしまったりとか、いろいろあるんですけれども、こちらの場合はですね、この囚人機の下側にですね、このように置いているような形になっています。非常に安定しています。安定した状態で、囚人してもですね、ゴミが入らないような、中身の構造になっております。はい、そしてですね、マキタ、このタイプ15リッター囚人容量が あるんですけれども、その他ですね、こちらご覧いただけますか、8リッターのタイプ、そして15リッター、まあ、今回ご紹介しているタイプですね、そして25リッターと、さまざまなですね、囚人機シリーズ取り揃えておりますので、皆さんぜひよろしくお願いします。そしてこちら、ちょっと隅っこの方になってしまうんですけれども、本体のみ、要はホースがですね、ついてない本体のみ単体の販売も、させていただいております。こちらの方もぜひよろしくお願いします。以上です。